ございます、本日は2021年12月の9日ですね、天気はめちゃめちゃ快晴です。で、今日の相棒は久しぶりですね。1ヶ月以上乗ってなかったかな、セローです。日本一周を共にしたセローと一緒に走っております。でですね、今日は、目的があって走ってるんですけども、最近ね、バスフィッシングにハマってしまって、なかなかブースに乗る機会がなかったんですよ。で、本来は旅動画なんですけども、ちょっと旅の方もね、今行けてない状況でして、で、今日はね、日帰りなんですけども、道の駅のスタンプですね、これを取りに行こうかなと思います。で、この間ね、11月の頭ぐらいにやった琵琶湖一周、琵琶一ですね、の野宿旅の時に僕はスタンプ帳を買ったんですよ、新しく。で、そのスタンプ帳は近畿道の駅スタンプ帳なんですけども、せっかくねお金出して買うてますんで、近畿の道の駅、制覇しようかな考えております。で、ちょっとね、今日程的にちょっと野宿しながら回ることはできないんで、とりあえず今日は日帰りで家の近所だけ。本当はね、今日朝一から出てもっと違うところ回るつもりで、いろいろコース寝てたんですけど、ちょっと朝料理しとってね、お鍋焦がしてしまって、そのお鍋の焦げを取るのにちょっと時間かかってしまってね、またそのままにしとくと怒られるんでね、それをねやってる間にちょっと時間過ぎてしまって出発が遅れてしまいました。ということでね、天気も最高やし、寒くもないんですよね。着込んでるせいもあるんですが、全然寒くない一日です。ですんでね、気分を上げていきたいと思います。ご唱和ください。 Feel so good。 久々ですねこれね。はい、現在ね163号線、これを東に向いて走っております。右手に見えるのはね、木津川ですね。ちょっとね、カメラでは捉えにくいかもわかりませんがね、横は木津川です。で、最近ね、ブラックバスに来り始めたんでね、なんかこういう河川を見るとね、ついついこう気になるんですよね。はい、南山城村道の駅ですね。到着です。さあ、駐輪場空いてるかな。結構ね、駐輪場がちっちゃいんでね、はい、道の駅南山城村ですね、では早速スタンプの方もらいに行きます。はい、ありました。ではいただきます。特にね、お土産を買うつもりはないんですけど、まかないカレー、冷やおろし、
青果町の青果の夢、芋焼酎は飲まれへんな。芋焼酎無理です。秋の文庫、純米酒。はい、道の駅南山城村ですね、スタンプもらいましたんで出発します。で、次行くのはハリテラスですね。南山城村も、ハリテラスもスタンプはもう一回もらってるんですよね、しかも早い時期にもらってるんですけど、近畿の道の駅のスタンプ帳ですねこれはね全く白紙状態ですんでね、これに埋めていきたいと思います。で、今道の駅で確認してるとね、僕滋賀県で道の駅のスタンプ帳を買ったんですけども、滋賀県琵琶湖一周ですね。では、3駅分しかスタンプを取ってないんですよ。で、今日この南山城村で4つ目ですね、スタンプ。もうね、何個あるのか知りませんけど、もう全部満タンにしたいんですよね、スタンプ。それが新たな目標です。はい、現在月ヶ瀬ですね。ここはね、梅林で有名ですね。はい、道の駅ハリテラス到着です。では早速スタンプの方もらいに行きます。らしいな。羊羹漬け、なんかちょっと気になるな。はい、道の駅ハリテラスを出ました。スタンプもねバッチシでね、コーヒー飲みたくてしゃあなかったんでね、缶コーヒーですけどハリテラスで飲みましたんでね、ちょっとしゃっきりしました。でね、お昼まだ1時半ですんでね、あと2つ3つ行こうかなと思います。まあできるだけできるだけスタンプを集めたいということでね、この近辺にある道の駅をちょこっと回ります。でね、旅なんですけどね、寒くなると旅が辛くなってくるんやけど、このねちょっとね、前回の旅から結構こうブランクがあって何とも思わなかったんですけどね、ここに来てまだこうやってバイクに乗るとまだなんか心はねウキウキワクワクソワソワしだすんですよ。どっか行きてえなー、旅に出たいなー。
ハワイ行こっかな。はい、道の駅、宇多治室生ですね。こちら到着です。早速スタンプの方もらいに行きます。はい、道の駅の裏にある宇田川ですね、うん、あー、めっちゃショックなことが一つありました。さっきハリテラスでね、三脚を落としたみたいで、下田三脚がどこにもない。ショックや。そんなん落とすか、三脚。これで三脚なくすの二つ目かな。まに、ショック大やわ。あそこにね、柿の木があるんですよね。実がいっぱいなってる。取りに行こうかな。甘柿かな。まあ渋柿でもね、干し柿にして食うんですけども。道の駅宇多治室生を出ました。スタンプね、いただきました。はい、道の駅大宇多ですね。到着です。この道の駅に来るのもね、ほんまに久々ですわ。久々。はい、到着と。はい、道の駅宇多治大宇多ですね。では、早速スタンプの方もらいに行きます。よいしょ。柿の葉寿司な、柿の葉寿司な。綺麗な。はい、道の駅宇多治大宇多ですね。出ました。スタンプしっかりいただきました。でね、一応今日はね、この4つで終わります。三脚を落として心折れました。本当はね、もうちょっと先に進むつもりやったんですけどね、ちょっとね、精神的によろしくないので、今日はここまで。でもね、気持ち切り替えてね、近畿の道の駅のスタンプどんどん集めていきますんでね、今日で4つで、前回、滋賀県で琵琶湖一周で、スタンプ3つ、合計7つになりました。まあ天気のいい日で、動ける日はバンバン動いてスタンプ集めていきますんでね、またその様子も動画にアップさせていただきます。まあ日帰りで行く時と、まあ1泊2泊で行く場合といろいろあると思いますけども、でもやれることはやっていきますんでね、どうか応援の方よろしくお願いします。